はい、こんばんは、タブランチです。昨日ちょっとアリスをお休みしましたが、今日はアリスをやってみました。で、まあ、1曲ぐらいヒット曲をやっとこうかなと思いまして、それでも、あれですけどね、チャンピオンの後だったと思います、確か。チャンピオンの後に出た、夢さりし街角。なんか最近堀内さんの曲が多い気もするけど、まあ、これもいい曲なんで。で、あれはもう本当にフルバンドのね、あの曲なんですけど、今日は、まあ、あえてあのギターでだけでやってみました。であれはあの陳平さんとベアンがね、あの A メロ B メロサビで上と下こう入れ替わりながら、歌うやつなんですけどね、まあ、その辺もやってみて、あとハーモニカがねこの曲入るんですけど、どうやらねあれですわ、あのなんだっけ、クロマチックハーモニカなんだかとかっていう、あのブルースハープだとね音が出ないところがありましたね。まあ、そこはちょっとごまかしつつやりましたけど、ブルースハープしかないんで、はい。まあちょっと有名どころで、まあ自分も大好きな曲ですけど、今日はアリスのヒット曲、夢さりし街角とやってみましたんで、それではどうぞ。もう行かなくちゃ辛く
葉だ、ありがとう。最後の言葉だ、ありがとう。